6月28日、1998年の今日は、劇中の出来事。アメリカ軍がゴジラを倒した日です。ニューヨーク州マンハッタンに現れたゴジラと名付けられたイグアナ状の巨大生物は、マディソンスクエアガーデンを巣にして大量の卵を産みつけていました。 ゴジラはブルックリンブリッジのワイヤーに引っかかって動きを止められ、その隙に側面から戦闘機がミサイルを発射。ついにゴジラを仕留めることに成功しました。混乱とパニックのさなかにあったニューヨーク市民は大歓喜。アメリカ軍司令官もようやく安堵の表情を浮かべます。しかし、巣の爆発から生き残っていた卵があったことを、この時はまだ誰も知りません。